はい、こんにちは、ナナボーです。今回はスターウォーズ X ウィング第7号の右舷上翼の組み立てをご紹介させていただきます。右上の翼部分になります。今回のステージでは接着剤は使わず、すべてのパーツをはめ込んで組み立てました。中でも翼の端に細長いパーツをドライバーの柄の部分を使って取り付けるのが難しかったです。それでは早速作っていきます。はい、では今回はスターウォーズ X ウィング7号になります。開けます。今回は、この X ウィングの右の上の翼になるようで、この5本の線が、この5本の線がこの機体がレッドファイブであるっていうことを示すラインになってます。はい、今回のパーツはこれだけでした。そしたらこの5個の穴にこの5つをはめます。力いきます。で、このドライバーの柄を使ってここをはめていきます。はい、では、この棒がはまったのを確認してはまりました。じゃあ次に、これをこうですね、これをこの向きでここにはめます。はい、カチッていました。次裏返してこれをここにはめていきます。ここに D の形してますので、この穴の D になってるところに合わせてはめていきます。こことここですね。と、これがこっちで、はい、この向きを間違えないようにしてください。こうなってる、これとこう反ってる感じになります。はい、で最後には今回はこれで完成です。最終的にはこれがこういう感じになります。どうかな。はい、ありがとうございました。ということで今回はスターウォーズ X ウィングの組み立てをご紹介しました。よかったら励みになりますので、チャンネル登録よろしくお願いします。そして、チャンネルの登録がお済みの方は、高評価ボタンのポチをよろしくお願いします。またねー。